はい、どうもピアです。今回はですね、雨天時のレイアウトをご紹介させていただきます。ノロロッチキャンプ場というところに来てるんですけど、ジメジメ系の雨が降っているような感じです。こういう時はね、タープを張って中にテントを入れて考えるようにしたりとか、まあいろいろちょっとやってきたんですけど、今回はですね、テント張らずに寝る時は車で車中泊にして、過ごす時はこのようにタープを張って過ごすというレイアウトにしてみました。雨キャンプってどうしてもやっぱテント濡れちゃったりとか、帰ってからテント干したりとか泥拭いたりとかって結構大変だと思うんですよ。それが嫌でちょっと雨の日は閉園しちゃうとか、日程変更したりとかっていうこともあったんですけど、あまり濡れずにテントとかも汚れずにやる方法ないかなと思って、今こんな感じにたどり着いてますので、雨キャンプの時はぜひ参考になるんじゃないかなと思います。今回のレイアウトのポイントを5つに分けました。なんでその分けたポイントごとにご紹介していければなと思います。まずちょっと外観ですね。雨なんでね、タープはこうクローズドにしたりとか、車を横付けして設営しました。まず一つ目、タープなんですけど、大きめのタープを張ります。雨ってこっちの方とか風あったらこうやって入ってくると思うんですけど、まあなるべくこう中心に寄せることによって、そんなに雨に濡れずに行くと。今回ね、子供と2人のキャンプなんで、まあ、こんな感じになってます。晴れの日とかはこう開いて張ったりするんですけど、閉じた感じで設営しました。でこれ一応ね、まあ、ちょっと厚めのタープなんで、焚き火がやりたかったら焚き火をやることも可能ですと。前提として設営も撤収もなんですけど、理想は濡れるのはタープだけ濡れると。で設営と撤収、なるべくこの自分の他のものは濡れないような感じでやります。まあそういった意味でも大きめのタープが必須かなと思います。ツールームのね、大きめのテントがある方はまあそういった活用もいいんですけど、なぜ僕はタープがいいかなっていうとですね、閉じたら四角形になるんですよ。運ぶ時もそうですし、干す時も割と楽なんですよね。なのでまず一つ目タープですね。で二つ目、テントは張らずに車中泊ということなんですが、なんかこんな感じになってまして、なんか撮られてますけど、プラドは斜めっちゃうんで、まあ、このように高さをつけてあげることによってなるべくフラットに寝られるようにしています。でポータブル電源で、まあ、携帯の充電だったりやってますと。でこのねサンシェードつけることによって他から見えないようになってますと。こんな感じでした。なんでもうテントが車みたいな感じですよね。ちょっとお伝えし忘れたんですけど、ポータブル電源で電気毛布で暖を取れるようになってます。で3つ目ですね、ランタン。普段ねランタンポールを使ってオイルランタンとかガスランタンとかで光を当てたりするんですけど、ちょっと雨だとねそれができないんで、僕はこのようにタープの中の明かりはハンキングチェーンみたいな上に通して、でこうやって照らせるようにしています。例えばここでお肉とかね焼いたりする時とかは、夜暗かったらねちょっと見えづらいと思うんで、強めの光の電気をここに吊るしたりします。あとはこのねここにつけているライトとかをこの辺につけたりとかして、上からの光を強くします。あとはここもうちょっとこう緩めてあげて下にすることによって電気と料理が近くなるようにしたりとか、まあそんな感じで工夫してやってます。ライトアップすることによって快適に過ごせるかなと思います。今回ねちょっとラック忘れちゃったんですけど、地面がちょっと砂利っぽいんでそんな汚れないかなと思うんですけど、ちょっと土とかの場合泥になっちゃうんで、それをラックの上とかに乗せてあげることによって汚れ防止になるかなと思います。あとねペグですね。クローズの感じで貼っちゃうと風の影響結構受けるんで、弱いペグとかだと吹っ飛ばされちゃうんですよ。使ってるのはこんな感じで単造ペグ使ってます。今回ご紹介してるやつは概要欄に全部載っけとくんですけど、長めのペグを使ってます。今回のレイアウトのポイントをお伝えさせていただきました。最後ね外観をぐるっと、ね、見てみたいと思います。張り方ちょっと弱いっすよね。地面がゆるゆるなんでね、こんな感じになっちゃってますけど、ここはクッカー入れですね。こまごまケースね、まあ、ウロン茶とかドリップコーヒーとかまな板シートとか、でこっちがアルミホイルとかね、ジップロックとか洗剤とかね、スポンジとか、まあ、そういったものが入ってます。あとこのタープのねケースとか椅子のケースとか、あと炭とか入ってます。で下に調味料とクッカーのちっちゃいやつ入れたりとかしてます。でこの辺に洗剤、ウェットティッシュ、シェラカップとコップとティッシュと、こんな感じかな。なるべく全てこうボックスに入れるようにしています。あまり展開しちゃうと設営の撤収も大変になっちゃうし、あと車中泊っていうこともあるんで、テントがない分ボリュームも少なくなってるっていうのもあると思います。ちょっと空間は狭いんですけど、かなり快適に寝られれば寝られるんで、最近車中泊やってます。
ゲリラ豪雨とかになるとね、テントの下からこう浸水してきたりとか、テントに穴開いちゃったりとかしてると、まあ雨漏りとかしちゃうと思うんですよね。本当にもうキャンプどころじゃなくなるんで、まあ、初心者の方とかは、まあ、最悪車に寝れるようにしとくっていうのは、一つありなんじゃないかなと思います。ぜひね、参考になればいいなと思うんですが、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。